こんな気持ちは初めてかも。竹内の正体は絶対に言うな。竹内さんみたいにおせっかいな人鬱陶しいんですよ。裏切るようなことは絶対にしません。雪見は自分のことしか考えてないじゃん。真っ先に殺されるのは私だぞ。その秘密を守るためにずっとそばにいてくれますか。琴音さんはもういません。消しました。家族がいるって素晴らしい。